和歌山県すさみ町の海岸にあるグランピングビラホテル鼓和歌山すさみ。ゲストのくつろぎを追求し、日常を忘れゆったりと過ごせるこちらは、客室や提供される食事はもとより、空間そのものが特別な場所。自然を生かしたアートが配置されているガーデンには丸いファイヤーピットがあり、夕日が沈んだ後には焚き火の炎を見つめ、また頭上に降り注ぐかのように輝く星に包まれて過ごす。日本の古い言葉、古語で星を意味する鼓、そして海を表す実、その鼓と実から名付けられたのがこのグランピングビラホテル。さあ、今回もすさみ町の豊かな自然に癒されるキャンプスタイル、始めよう。満天の星空と波音のショータイムが終わった鼓の朝。次は鳥たちの歌声と引き続き海が奏でる波音のショータイム。そんな柔らかな朝の空気に包まれていただく朝ごはん。ここ鼓の食事は地産地消にこだわり、食材だけでなく調味料や調理法まで土地の味わいを生かして作られています。こちら土鍋で炊いた和歌山県産のお米、そしてグリルでは地元すさみ町の干物を焼いて焼きたてをいただきます。見ているだけで美味しさが伝わってくるご飯、幸せですよね。おはようございます。おはようございます。朝食の時間です。いやー美味しそう。寝れました昨日？はい、ゆっくり。そらそうやろね、こんだけのところやったらそりゃ最高です ね。何泊でもしてたい。確かに。でこの朝ごはんめっちゃ楽しみにしてたんですよ。っていうか、ね、豪華すぎねえ。いやすごいけど小町がさねえ、さどんな美味しそうな顔してくれるのか。そうですよね、まずは炊きたてのご飯から。わかるわ、僕もきっとそうやな。うーん、美味しいやね。もうね、お米一粒一粒が笑ってます。笑ってました、うん、笑ってますか。それはすごいな。お前笑ってるんですか。いやこれ笑顔になる味ですね。美味しい。そういうことね、素晴らしい。そして土鍋で炊いた特製お味噌汁。土鍋で炊くんですか。魚入ってますけど。あ、ちょっとそれはさぞかし美味しいでしょうね。タイ、タイです。タイ、青さとタイが。青さとタイ。ええー、美味しい。うわ。めちゃくちゃええ出汁出てんやろね。最高の朝ごはん。ね。最高やわ。朝からもりもり食べて。美味しい。ロケ頑張ってや。頼むで。あ、干物も美味しそうやね。うわ。お。行くね、干物とご飯、最高の組み合わせ。これいいんですか、こんな朝から。いいんですよ、これはロケ頑張ってもらわなあかんので。どうですか、ちょっと幸せそうな顔眺めといたろ。あ、視聴者の皆さんはテレビの向こうであやこうや言うててくださいね。いやでも美味しいわ。美味しいご飯とこの景色ね、うん、うわ、うーん、うーん、ある意味量が多いように見えて実はちょうどいい、うん、ですね、そう思います、うん、私も、ね、うんうん、ちょっとずつこの美味しいものをねいただけると結構贅沢ですよ、贅沢。鼓の朝ごはん、ほんまにすごかったんですって。ええー、よな、出演者は羨ましい。さてここからはすさみ町の海でマグロフィッシングにチャレンジする番組キャンプアンバサダー山本さんのフィッシングタイム。心強いマグロ釣りのエキスパートに手ほどきを受けながら初のマグロフィッシングに挑んだんですが、マグロに出会う前突如として現れたのが何やったと思います？そうそう、これこれ、イルカやったんですよ。イルカの群れが船を囲んでじゃれてるんです。マグロフィッシングの前にイルカウォッチングとなった一行。でも釣り場にイルカがいると釣り人には残念なんですって。
イルカは餌となる魚を追って縦横無尽に泳ぎ回るので、ターゲットとなる魚、今回だとマグロたちが寄りつかなくなるんだそうです。でもまあ釣れなかった時の言い訳にできるし、よかったやね、やっちゃうか。で、今度はなんとなんとクジラに遭遇ですよ。急いでキャスト、キャスト、キャスト。イルカと違い、クジラには逆にマグロやカツオの群れがついて一緒に泳いでいることがあるんですって。さあ、どうかな。出た、おっしゃ。狙い的中、ヒット。あ、外れたかな。あ、ついた、ついてる、ついてる。あ、外れた、あ、外れた。あー、痛恨のバラシ、悔しいな。はいっす、外れた。もったいない。なんとかマグロの姿を見たいと再びキャスト。左、どこすか。あー、惜しかった。ちっちゃかったけどね。よし、ピッサギやね。よいしょ。すごいな、こんな投げてんねや、みんな。どこ入ったんですよ、今の。ちょうどクジラのケツやった。あー、そうですか。俺ケツ入れたから今のね。でも近すぎた。ああ、良すぎた。もうちょっと伸ばしといたらよかった。惜しかったっすね。惜しかったっすね。あれはちょっともったいなかったっす。あれ、なんか釣り方さっきと変わってません？竿も柔らかいライトな感じやし、もしかしてマグロ諦めたとか。まさかね、30キロのキハダマグロなんて言うてましたよね、出船前。網がでっかい。魚すくう網はマグロでも大丈夫なくらいの大きさですけど。いや、ちょっと入らんかもしれないですね。ありがとうございます。はい、絵になりました。はい、大門旗こうですね、はい、いや、立派なマグロですね。さすがさすが、はい、いや、立派なマグロやわ。はい、ちっちゃい。今度は、ほう、赤いマグロですか。で、底物を根魚狙いでなんとか帳尻合わせしようとしてないですか。さっきもちょっと。よいしょー。次々と赤旗を釣り上げる山本さん。4本目。でもね、はい、ありがとうございます。釣り番組じゃないんやから別に釣れなくてもええんやで。それより妥協せずマグロに挑む姿、視聴者の皆さんもきっと見たいはずやと思うけどな。長い一日でした。そうですね、12時間ぐらいですね。そうですね、12時間ぐらい乗ってましたね、はい、いやー、まあ、って感じですね。そうですね、ちょっと残念でしたけど、まあ、次に期待で。そうですね、引き土産。はい、まあ、もう一回来いよと。そうですね、言われてるような感じで、はい、1回ではマグロはちょっと厳しいな。はい、まあ、あの、なんかマグロをなんかかけたけど、はい、外れたっていう、まあ、なかなか不完全燃焼なのがでもほんまにちょっとまたチャレンジしたいですね、はい、今日のやらかしも含めてね。そうですね、いろいろありました。やらかしも含めて、さすが師匠の師匠、言うことが違うもんそうですね、まあ、はい、そんな感じで、じゃあまたリベンジの時はぜひよろしくお願いします。はい、はい、ありがとうございました。マグロには出会えませんでしたが、すさみの海を満喫したおっさん、あ、いやいや、大きな子供たち、そんな3人に番組ゲストの勝希ちゃんから健闘をたたえ歌のプレゼント。海は広いね、大きいね、月が昇るし日が沈む、ルル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 ル
遥か彼方まで広がる大海原、そして黒潮を踊る枯れ木灘の岬や岩場など荒々しい海岸美、古の頃より人々を魅了してきた海がすさみ町にはある。そしていつの時代にも海の上には星が瞬いていた。そんなすさみ町に新たに誕生した鼓、悠久の時が育んできた大自然の懐に抱かれた時、人は安らぎを覚えるのかもしれない。五感全部で豊かな時間を抱きしめ、本来の自分に帰っていく、そんな休息を皆さんも過ごしてみませんか。